はい、今日も私の勝ち。今のあんたは可愛くも強くもない、毒を持たないただのリンゴちゃん。そんなことじゃいつまで経っても私に傷一つつけられないわよ。うわ、きつー。ポムフィオーレって実はサバナクローより体育会系なんだぞ。おいおいビル、エペルはまだ1年生だろ、少しは手加減してやれよ。お前に勝てるやつなんてこの学園でもそうそういないんだし。カリム、あんたは黙ってて。いいこと？エペル、初めて会った日にも言ったけど、自分の思うままに振る舞いたいなら強く美しくなりなさい。子供じみたダダをこねるのはやめてレッスンに戻るのよ。ジクちゃん、俺はエペル、放っておきなさい。これくらいでくじけるようならそんなメンバーはこっちからお断り。その言い方はないんじゃないですか。あいつはあいつなりに歌も踊りも頑張ってました。なのに努力すれば報われるだなんて甘えないで。だいたい信者が2号、あんたは他人を心配してる余裕があるの？ダンスも歌も他のメンバーにかなり遅れをとってる。同じ時期にダンスを始めた信者が1号に比べても差は歴然。自分が足を引っ張ってる自覚ないとは言わせないわよ。それはチーム切ってのお荷物が一丁前な口を聞かないで。すいません。ああ怒られた。だから余計な首突っ込むのやめとけっていつも言ってるじゃん。お前バカだし要領良くないんだからさ。うるせえな！分かってんだよそんなことは！え？なんで急に切れてんの？要領がいいお前には分かんねえよ！はぁ？なんだよあれ！意味分かんねえ。エース、おめえもうちょっと相手の気持ち考えた方がいいんだぞ。それグリムにだけは言われたくねえんだけど。つうか、なんでできてる方が足引っ張ってるやつに気を使わないといけないわけ？同じだけレッスンしてんだし、できない方が悪いじゃん。やれやれ。これじゃ練習にならないな。先輩方、少し休憩にしませんか？ジャミル君に賛成だ。ブレイクタイムにしようじゃないか。おう、一休みして気持ち切り替えていこうぜ。はぁ、仕方ないわね。ミラミラ、教えてちょうだい。はい、何を検索しますか？今この時最高に美しいのは誰？美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・リュバンシェです。努力すれば報われるのはおとぎ話の中だけよ。ビル？ビル？どうしたんだい？君らしくなくぼーっと立ち尽くして。可愛いキティに噛みつかれれば、さすがのロワドゥポワゾンも答えると見える。まさか、やめてくれる？ビル、ムシュヒメリンゴにもわかるように見せてあげたらどうだい？君の美が持つパワーを。いいでしょう。